さて始まりました、ムテチチャンネルです。さてさて、今回は1年を振り返る2021年、再生数ランキングベストマネーという形でですね、このムテチチイングリッシュチャンネルで再生された動画のランキングを見ながら1年をね、ちょっと振り返ってみようかなと思います。早速いきたいと思いますね。第20位からいってみたいと思います。はい、第20位、皆さん何だと思いますか？第20位はですね、教育系 YouTuber からの受験生への応援メッセージという形で、応援メッセージですね。こちらがまあ20万再生ぐらいになってますね。もうこの動画がね、出る頃にちょっとランキング変わっているかもしれないんですけども、もう最近ちょっと再生いっぱいされだしてるので、うちのチャンネルですね。いろんな教育系 YouTuber の方にね、応援メッセージ取っていただきました。これが共通テストの前日に出たやつですから、1月の動画ですね。早いですね。1月って言えば、はい、私もね、まあ、サブチャンネルなんかは本当にコロナかかってホテル療養生活してましたから、そう、サブチャンネルの方が再生されてましたもんね。この12月の終わり、1月の初めってね。そして続いて第19位は、ベテランチに聞きたい50のこと。3部作のうちの1個目ですね。ナダのキムタツと林修の印象は、東進の東大特進とか、はい、ナダのキムタツの感想を聞きましたね。はい、ベテランチです。大人気のベテランチ。コラボしていただきまして。あ、また紐が。ありがたかったです。ベテランチに聞きたい50のことですから、長い時間撮りましたからね、この動画。ぜひ見ていただければと思いますね。続いて、第18位。エフラン大学の授業、TOEIC 200点台中2の内容理解不能。これね、まあ、結構前の動画ですよね。はい。ですね、はい。22万3000再生。はいはい。まあ私が大学で働いてた、時のエピソードですね。本当に全然できないし、授業も来ないとかね、そういうことについて話した動画になりますね。続いて、東大に入って教育を変えたい。ですね、受験生版タイガーファンディングですね。分散でいいのか。奥田さんの回の3部作のうちの2個目になりますね。これがまた22万4000再生ぐらい。まあ、エフラン大学とほとんど同じぐらいですね。で、16位が、小室圭さんも不合格。アメリカ司法試験にTOEIC満点講師が挑戦ってやつですね。はいはい。小室圭さんがね、やっぱり2021年すごく話題になりましたから、まあやはり人気出たなと思いますね。まあ、この井上先生もね、きっと小室圭さんの話題、この司法試験終わったらまたボンと伸びると思うんで、撮りましょうって言ってくれてですね、本当に井上先生のおかげというか、井上先生が予言した通りに伸びました。そして15位が、さよなら東進。はい。当時辞めた時の動画が2020年の動画ですね。これが25万6000再生ということですね。もう累計で90何万回の再生になってると思いますね、今ね。感謝恨み年収発表。はい。まあ非常に2020年話題になった動画です。そして次が史上最大の事件、ヨゼミ講師仁義なき戦い、中本博樹先生登場というですね、はい、中本先生の動画ですね。まあヨゼミで僕が習っていた先生、中本先生が登場しました。予備校業界一番の危険な人なんじゃないかと言われて名高い中本先生の動画は14位に入りました。本当にありがとうございます。またね、近々コラボさせていただければと思いますので、ヨゼミのすごかった時代のね、話が聞ける動画になっています。13位、教育を変えたい受験生版タイガーファンディングの第1回目ですね。はい。奥田さんの回の1回目のものが13位に入りました。まあ今すごい再生数取ってますからね。これが27万3000回再生。そして12位が、早稲田スポーツ科学部に行きたい受験生版タイガーファンディングのファンディングレギュラー回の第1回目ですね。坂上さんの回ですね。まあもう坂上さんはレギュラーみたいな感じで毎週動画が出ていますが、彼が出場した回になりますね。彼の受験もどうなるのかみんな非常に気になっているところだとは思います。自分自身も気になってます。これが27万6000回。そして11位。これ面白いね。ドラゴン桜の4人の英作文を、当時東大英語担当が添削してみた。はいはいはい。ありましたね。そうでしたよ。ドラゴン桜やってましたよね。もうなんか、すごい前のことのように感じているんですけども。ドラゴン桜もあったんですよ。ドラマはね。そのメインチャンネルでもサブチャンネルでもそのドラゴン桜関係のものを結構いろいろと動画にしましたね。これが31万再生。って感じですね。まあ、サブチャンのショーツもね、めちゃくちゃ伸びたんですけども、上げ足取んなみたいにすごい言われましたね。続いて、第10位です。第10位が、共通テスト英語リーディング世界最速公表というですね、はい。4月の共通テストが終わった日に出した動画ですね。これが34万8000回、もう35万ぐらいですね。本当にすごいスピードで公表動画を出しました。まあ共通テストね、第1回目ということもありましたし、英語もね、思考調査とは全然違ったんで、関心を持った人が多かったって感じですね。続いて第9位。最強の英単語勉強法、ぐるぐる勉強法。はぁ、これが35万2000再生。あ、そうなんだ。ぐるぐる勉強法。ただいぶのスタジオで撮ってるやつですよね。
2020年の動画ですね、これもね。もう意外とこれ勉強法のやつがいきましたね。まあ単語関係だとね、20何位かにはあの、英単語語源講座のやつも入ってましたね。と真面目にやってる系のもありますね。続いて第8位が、山火たけるに祝いが消えた。ああ、受験生版大河ファンディングのあの、ドッキリやったやつですね。山火さんが遅刻してきたことに対して怒ったやつね。はいはい。あれがまあ約36万再生ですね。ちょこちょここう、また伸びて、また伸びて、みたいなのを繰り返してる動画です。続いて、天才科、狂言劇科ですね。名古屋市立大学で国際関係を学び英語教師になりたいっていう藤川さんの動画ですね。ついこの間のやつですが、もう36万5千まで来ておりますので、やはりこれは話題になりましたね。まあまあまあ賛否両論、いろいろあるだろうなと思いましたけど、もうついこの間出た動画ですから。25日だか5日とかでランクインです。続いてエフラン大学全95校紹介、はい、地方別名前の共通点、はい、これが40万再生ですね。これが第6位で、エフランをディスりやがってってめちゃくちゃ書かれましたね。コメントとかにもバカにすんなみたいな。僕ただの事実を述べてるだけですからね。別にあのバカにしてるとか一切ないです。そしてあの読めねえのか、その方が面白いと思ったからです。あの漢字読めない方が面白いんです。そしていよいよ第5位ですね。第5位は、筑波大学附属駒場の入試英語にトイック満点講師が挑むというですね、はい、筑駒の入試を解いたものになりますね。高校入試の問題特シリーズでございます。まあこれはね、もっともっとやってほしいという声が高いやつですね。なんで、はい、今後もやっていくことは考えております。最近はね、忙しくて、これって長時間の撮影になるので、問題解いて。問題解く時間があって、で、答え合わせがあって、でそこから編集の時間があるので、当然尺が長ければ編集する時間もボンと一気に長くなるので、ボンと撮る時間がなかった感じですね最近ね。でこれが41万再生で、続いて日本一難しい灘校の入試英語にトイック満点講師が挑む、はい、灘、これが519,403を50万まで来ましたね。これも2020年の動画、去年の動画だったと思うんで、すごいですね。すごいんだな、やっぱパワーワードで。なだやつくこまって人気あるんだなって思いますね。そしていよいよ第3位。第3位は、鉄の持っている英語資格、ショーツです。はい。短いやつですね。私が踊ってるやつでございます。サムネすらない動画。これ56万5千。まあ、やっぱ、ショーツはね、伸びましたからね、最後。ショーツの伸ばし方が全然わかんないなーって、この2021年の初めは、いろんな YouTuber と一緒に言ってたんですけど、後半になってですね、すごく伸びやすくなりましたね。まあ、TikTok が伸ばせるようになったんで、もう同じような感じでできんじゃないかなと思って、やり始めました。武田リングリッシュの TikTok 用に撮ったやつです。あ、で、これまあ曲入ってるんで、広告入れてないですね。第2位、ドラゴン細井が模試結果に吠えるという、この間の受験生版タイガーファンディングのやつですね。それのショーツバージョンが85万再生、もう、早っ。すごいな。そして、栄えある第1位は、はい、TikTok で350万再生、和石石和の公式を数秒で出せるってやつですね。はい、こちらが280万再生。100万再生の動画が1個もなかったのに、いきなり200台。で、もうすぐ300いくっていう。はぁ、やっぱショーツすごいですね。ショート動画と言われるやつですが、まあ可能性を見たかなって思います。いっぱい見てもらうのにはいいっていう感じです。あ、ただお金今ならないですからね。TikTok とね、こうやってくるくる回っている、くるくる回る、回ってて表示されるだけなので、そのショーツの中の一番最初になるとか、あとは普通の動画として誰かがクリックして見てくれるっていうのじゃないと入らないものですから、チャンネルページから行ってるのもほとんどないね。あ、でも 9% ぐらい、ショートでが 80% だから、ショート動画として見られてるのがほとんどですね。だから収益5000円ぐらいだよ。280万再生で5000円しか入ってないですから、はい、という感じになりました。もうだから TikTok もこれ400万再生とか言ってると思いますよ。多分タイトル変えるか。という感じですね。はい。今年は、2021年は、ショーツがブレイクしたという感じですね。まあいろいろね、やっぱり受験生版タイガーファンディングでいろんな志願書を追ってったりもしましたし、すごかったなと思います。はい。皆さんはお気に入りの動画とかありましたかね。これ以外でもね、この動画が良かったみたいなのがあったら、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい。2021年もご覧いただきまして、ありがとうございました。では、また2022年お会いしましょう。Thank you for watching.